じゃあメニューしますか。はい、お願いします。どんと、こんにちは。あ、こんにちは。本日はご来店ありがとうございます。すいません。何か、おすすめですね。ちょっと聞いてみますね。あ、はい、はい、はい。いや、ほんまやったら俺チャーハンと五目ラーメンやっとんなって感じ。お前やっとんなって感じ。結構腹減ってるっすね。エビマヨ行きたいっすね。あ、あ、そっち系なんや、うん、やっぱ、デブはさ、炭水化物なんやったよ。なんか、たぶん、はい、麻婆豆腐とか、はい、辛いのがお好きでしたら、はい、食べれるんですよ。あの、ラースージ、これになるんですけど、その、唐揚げと唐辛子を結構ブワーッと炒めた辛いのめちゃめちゃ辛いってわけじゃなくて、 その唐辛子の辛い旨味成分が唐揚げに移るっていう感じで、見た目のインパクトは結構あるかなっていうので。あ、なるほど、なるほど。あと、ここのメニューには載ってないんですけど、何品か、あの下の黒板のところに本日のメニュー的なちょっと日替わりではないですけど、その北京ダック風チャーシュー包みって言って、北京ダックの皮を使って、で、包まれてるのは北京ダックではなくてチャーシューを包んでる感じなんですけど、結構おすすめですね。私は好きです。あ、エビチリとかマンゴーガーリックペッパー、これも結構おしゃれな感じで、ね、とても美味しいし、美味しいかなと。なるほどです。またメニュー決まりましたら、あ、はい、見てください。はい、じゃあ見ます。はい、で、おすすめって言ったのはこれやんな。揚げ鶏の唐辛子炒め。辛そうな、単純に。はい。で、もちろんチャーハンと。はい、種類ありますね。でしょ。あとは、あ、まあ、スープとか、あ、これトーストもあるってことや。チャーハンは食うやろ。チャーハンは食べます。そうやな。もちろん。そうやな。これはチーズかな、さっきおすすめって言われたら。何だろう。大エビチャーハンですね。大エビチャーハン。はい。と、ほんなら、よし、これ辛い軸。いってみますか。手に入れましょう。あ、北京ダックのやつ。そうそうそう。ちょっと食べてみたいですね。そうやろ。はい。はい。ちょっとチャーハンからいっていいですか。はい。僕は2種類のチーズチャーハンで。はい。僕は大エビチャーハン。で、さっき教えてもらったやつを注文しようかなと思うんですけども、はい、これまずこれなんですけど、その何でしたっけ、ラースジですか。ラースジ、はい、はい、何やったっけ。北京ダック、北京ダックのやつ、いけるかどうか。いけるんですかね。全然いけると思います。全然いけます、はい、ほんならこれとその北京ダックのチャーシューバージョンですか。はい、はい、そうですね。失礼します。北京ダック風チャーシュー包みです。失礼します。よし、いただきます。いただきましょう。これそのままいくのかな。そのままでしょうね。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。結構濃い感じが、そう味やな。ネギのシャキシャキめちゃくちゃいい。うん、皮ももちもちやな。結構歯ごたえがある。うん、もちもちシャキシャキやわ。ネギとキュウリ、ネギ、キュウリ、チャーシュー、ニンジン、トマト、ニンジンじゃないの、ピーマンじゃないか、ピーマンみたいな、トマト、トマト、トマト入ってる、入ってますか。せやろ、これですか。お、ほんまや、がっつりトマトやつ。がっつりトマトです。失礼します。ラズジーです。あ、かわいい。結構見た目はちょっと派手な感じなんですけど、そのすごく辛いとかじゃなくて、その唐辛子の辛みをその油に移して、でその油がこの唐揚げの方に移るっていう感じなので、ちょっと上品な辛さみたいな感じですかね。見た目唐辛子と一緒に食べる。あ、いや、唐辛子自体はもう辛いんですけど、その辛さは基本的にはもうと、唐揚げの方に移ってるので食べられる方もおられますけど、基本的にはまあ飾りでもみたいな感じで、食べ食べられても、はい、どちらでもって感じですね。結構その中国の人とかは結構
あんまり置いてないって言って喜んで食べてくる人が多いですね。これほんまにあるような。あ、あります、あります。へえ、なんか珍しい、置いてある、いや珍しいって言って食べてた方もいらっしゃいます。ありがとうございます。そう、辛そうなやついただきましょうか。いただきましょう。名前はなんか聞いても分からへんわ。ラスーチ、ラスーチ。そんな簡単な名前だっけ。じゃあいただきます。いただきます。なぜかちょっと腹をすくい上げるっていう、これなかなかでかいです。うん、なかなかでかい。いこうか。うわ、いけるかな。いただきます。あ、なんか、めっちゃカリッとするな。確かにそんなのめちゃくちゃ辛いってわけではないですね。美味しい、美味しいのこれ。初めて。なんだよ、なんかこう、なんだろう、香辛料の味もめっちゃ効いてくるな。これちょっと食べてみようかな。一個いってみますか。危険。でも辛さは全部移っとったもんな。言ってました。ちょっと青いやつこれ。青いやつ。青いですね。唐辛子じゃないんだよ。うん。全然美味しい。食べていい。どうぞどうぞ。え、なんか食欲湧くぞこれ。本当に全然辛くない。うん、苦手な人も全然食べれるな。はい、結構苦手なんて。あ、そうなの。苦手っていうか好きやけどやっぱ弱い。いやでもこれなんか辛さ以外の味もしっかりでしょ。なんかよくあんな俺辛いとさ、はい、その刺激だけで味分からへんねんって。ああ、しっかりと。本当しっかり分かりますね。うん、なかなかどうか。ちょっとなんだかんだ食べてみようかなして。言ってないの。言ってないの。じゃあいってみます。これね、え、全部いくんですか。全部じゃないの。確かに辛くないけど辛さを移すためになんかこうやってやるんで。うーん、好きな人は食べんのかな。結構普通に辛いわ。そうですよね。確かに元の辛さじゃないとは思う。うん、よく時間差って言うやん。2分差ぐらい。こうなると本当赤いのがプリプリ残ってるから、いっぺん食べるよ、1個辛いの。え、辛いのというか唐辛子食べないの。ちょっと、いや、もう全部いったりだな。ああ、どうなんだ。ちょっとだけ今、うん、別にやろう最初は。はい、2分後ぐらい。全然ですよ。じゃあ1個いけや。カチッとは全部いけやな。あ、これ多分上の方がダメなんですよ。何の上の方で。なんか種があるんですよ。あ、種やな。これ美味しいよ。ビンブラ、うん、辛いよ、来たよ。しかもちょうど2分ぐらいの。好きな人は逆にこれ唐辛子と辛子を一緒に食べたら、ああ、すごい美味しいんじゃない。そうですか。うん、だから中国の方も食べてしまうっていうのは分からんでもない。うん、確かに癖になる。まだ食べたくない味が。ピリピリ食うか。ずっとピリピリしちゃう。唇がずっとピリピリしちゃう。